こんにちは、作曲家の夏美瑠衣です。私は海外のドラマやアニメやゲーム BGM を作っている作曲家です。私コメント欄はほとんど全部返信させていただいてるんですけど、定期的に音楽でどうやって稼いだらいいですかとか、今は完全に趣味だけどいつかマネタイズしたいと思ってて、どんな入り口から夏美さんは稼いでいきましたかみたいなことをたくさん質問いただくんですよ。なので今日は音楽で収入を得る具体的な方法5選というのをやっていきたいと思います。先に項目だけ出すとこんな感じです。プロになる方法っていうとどうしても人生をかけることになっちゃうと思うので、私も実際専業になりたいと思ってから正社員で新卒で入った会社を辞めてますし、まあまあなリスクを背負うことにはなると思うんですけど、だからってここでまず正社員を辞めて上京しましょうとか言っても再現性がなさすぎて実行できる人が本当に少ないと思うので、今日はとりあえず副業としてやるならこんな方法があるよっていうのを紹介していきたいと思います。最近副業やってる人って多いと思うんですけど、音楽じゃなくても長く続けてる趣味があってそれをマネタイズする方法ってなんかないのかなみたいなヒントが欲しい人は最後まで見てもらえたら嬉しいです。まず一つ目はストックミュージックです。これはオーディオストックとかオーディオジャングルとかポンド5とかいくつか日本でも世界でも有名なサイトがあるんですけど、作った曲をロイヤリティフリーで販売できて値段設定なんかも自分でできるっていうものですね。フリー BGM は使いたくなくて有料でいいから著作権関係の心配事がなく使いたいっていう人はもうたくさんいて、そういう方のためのサービスですね。 YouTube の BGM とか個人で使う人が多いのかなと思いきや結構 CM とかでも使われてるみたいです。これを利用者側じゃなくて曲を提供する側に回るってことですね。一応誰でも出せるわけじゃなくて審査があるんですけど、私が数曲出した感じ音色が素人臭くなくてミックスがそこそこなら大丈夫かなという印象でした。まだ経験が浅い人だったらトラック数を減らしてミックスの難易度を下げてシンプルな曲から挑戦すればいいんじゃないかなと思います。結構みんな使い道のないストックの BGM とかパソコンにたくさん眠ってると思うので、そういうのをブラッシュアップして挑戦すればいいかなと思います。作曲はメインじゃない演奏家の人もギターソロ素材とか SE とかジングルも販売できるのでありかなと思います。私がギターソロ素材とか普通に欲しいと思ってますもんね。まあ審査が落ちちゃっても若干傷ついたりはするかもしれないですけど、この人審査落ちて基準に達しませんでしたよとか公開されるわけでもないし、ノーリスクでできるかなと思います。私は出そうと思ってるんですけど全然出せてなくて10曲以下ではあるんですけど、単価高い曲が売れるとちょっとの収入になるので、たくさん出せば副収入になるんじゃないかなという感職でした。ちなみに私の知り合いでこれだけで生計立ててるっていう人もいますね。月40万は硬いとか言ってました。でもその人は350曲以上は上げてるって言ってたので、そこまでいくと結構根性と根気と実力がいるのかなという印象です。2つ目、ここなら。私は主に専門学校行ってた時に結構本気でやってたんですけど、今見たら130万以上稼いでました。結構でかいですよね。ここならはテレビ CM とかよくやってるのでもう知ってる人もいるのかなと思うんですけど、自分のちょっとしたスキルをマネタイズできるっていうサービスですね。だから確定申告の代行しますっていうので売ってる人もいるし、電話相談とか占いとかパーソナルトレーニングの分析データを売ってる人とかも何でもありという感じです。私は当時譜面を作るっていうのとベース演奏データとあと BGM を販売していました。で、私は名前を変えてやりたいっていうのもあって本当に実績ゼロでここならやってみたんですけど、いくつか売るためにポイントがあると思いますね。で、ここなら界はここなら界で侮れなくて、上位にいる人たちでもプロなんですよ。で、表示順がもう活躍してる人から上に表示されちゃうので、ここで新規参入して入っていくとしたらやっぱり勝てるのってスピードと値段しかないんですよ。初めは表示が上に来ないことにはサンプルも聞いてもらえるので、いい曲作ってれば売れるとかそういう問題じゃないんですよね。なのでギター演奏とか BGM 制作とかその部門で一番安い単価でやって、結構根性いる設定でまずはやって、でもそれをずっとやると続かないし稼げないし自分を安売りしちゃうことになるので、販売件数が20件ぐらいになるまではそれで頑張って、販売件数がたまって経験がありますよっていう感じを出せるようになってきたらガッと値段を上げるっていう戦略が私はおすすめです。この戦法で BGM のランキング1位になったこと実はあります。でもこういうのもね結構本気でやると楽しいんですよ。私は初めはその戦略だったので最低単価でやってて、最終的には1曲の BGM2 万台ぐらいでやってたかなと思います。今のがポイント1個目でしょ。2つ目は舐めた態度を取らないっていう感じですね。これはどういうことかっていうと、私は趣味でやってるのでプロみたいなクオリティでは全然ないんですけど、良ければみたいな予防線を張っちゃうタイプとか、逆にメジャーアーティストのコンペとか通って何曲も通ってるし
し有名なドラマの BGM も作ったりしてる経験があるんだけど、時間が余ってるのでここなりでちょっとやってます。本当はこんな安価では受け負ってないんだけど、まあやってやんよみたいな態度のプロフィール。これ売れにくくなってるだけだから本当にやめた方がいいと思うんですけど、シンプルに私はこんなことができて一生懸命あなたのために尽くしますっていうプロフィールの方が絶対売れるなという実感がありました。だから要は妙なプライドとか予防線とか張らず誠実にやれば誰でも稼げるのかなって思います。私は当時特に安価でやってた時とか、ここなりですごい曲数の BGM 作ってたんですけど、スピードとか返信の仕方とかリピーターの付け方とかかなり勉強させてもらいました。本当おすすめです。3つ目は YouTube です。私の感覚だと登録者5000人を超えた頃から企業案件とかお仕事につながるような話をいただけていたような気がします。 YouTube で音楽で稼ぐってなると広告収入なのかなって思うと思うんですけど、それ以外にも企業案件とか曲の単独発注とか教えてくださいっていう生徒さんが増えたりとか、もう本当にいろんなマネタイズができると思います。多分 Twitter とかよりも良くも悪くも顔と人となりが動画には出ちゃうので、それで全然知らない人からコンタクトをいただける機会が多いのかなって思います。でじゃあ肝心の5000人以上に増やすにはどうしたらいいかっていう戦略なんですけど、多分今から参入するとすると結構遅めなので、ただ弾いてみた動画を上げるとか自分のオリジナル曲を上げるとかでは5000人は超えない気がしますね。私も YouTube 始めるとき周りにそんなようなことを言われたし、心配とかもされたんですけど、まあやりたいからやりました私は YouTube 攻略系の人の動画を見たのがすごい勉強になりましたね。それ系で有名なのは YouTube マスター D さんとか、動画集客チャンネルの酒井さんとか、タイガさんっていう人がいるんですけど、そういう方々の動画を見るとすごい勉強になります。ただやってるだけじゃダメなんだなっていう、自分のブランディングとかマーケティングの方法とかまで詳しく説明してくれてるのですごく楽しい良かったです。これはなんかスキルあるのに稼げてない人あるあるだと思うんですけど、せっかく結構演奏能力があったりとか作曲能力があってもそのことを周りの人が全然知らないっていうパターンですよね。ツイッター見ててもライブの告知見ただけじゃその人がどれぐらい弾ける人なのか分かんないし、曲作れますって文章があっても動画がなかったらどれぐらいのものが作れるのか想像つかないじゃないですか。なので仕事を頼みづらいんですよね。なので YouTube はどれぐらい弾ける人なのか、どんな人柄なのかとか、どんな曲が作れて譜面を書けるのかとか、すごく分かりやすいツールなのですごく仕事につながるんじゃないかなと私は思います。4つ目はサポート業です。これはソロのシンガーさんのバックで演奏したりとか、ある1個のパートだけいないようなバンドさんのサポートで演奏するような仕事です。プロの演奏家の方とお仕事内容基本一緒なんですけど、お値段をお求めやすくすれば全然仕事は来るんじゃないかなと思います。プロの演奏家の方とお仕事内容一緒なんで自分じゃそんなの無理なんじゃないのかなって思う人いると思うんですけど、まだまだお客さん少なくて予算があんまりないけど生バンドで演奏したい人って結構いるので、そういう人たちのためにお値段プロよりは下げればお仕事あるんじゃないかなと思います。なんか楽器が上手い人って謙虚な人も結構多くて、いやいやお金取れるレベルじゃないですよみたいなこと言ってる人とか普通に上手い人でいるんですけど、依頼する方はもちろんその人の演奏動画とかライブ映像とか見て実力を把握した上で声かけてきてるので、その辺は心配しなくてもいいんじゃないかなって思います。でサポート業ってすごく横のつながりみたいなコネがでかくて、一つの現場で気に入ってもらえたらその人がギター紹介してよって言われた時に紹介してくれたりとか、どんどん広がってってお仕事増えてく感じが多いんですよ。なのでまず一歩目が大事だと思うんですけど、それはやっぱりさっき言ったみたいな YouTube とか SNS とかにガンガン自分の作品とか弾いてる映像を載せていくのがいいと思います。で載せてるだけじゃやっぱりダメで営業した方がいいと思います。私もレコーディングとかもちろん演奏家の人に頼むんですけど、ネットであ素敵だなこの人の演奏って思う人がいても、その人がレコーディングとかを引き受けてくれるタイプの人なのかって全然明記されてないとやっぱり頼みづらいですよね。で書いてない人結構多いのでやっぱり書いた方がいいと思います。宅録環境あります、何でも頼んでくださいとか、関東に住んでるのでライブのサポートもガンガン受け付けていますとか書いてくれてるとかなり頼みやすいのになってよく私は思ってます。初めはもちろん全然知らない現場とか超緊張するんですけど、もう経験でしかステップアップしていけないので、さっき言ったみたいに一つ目の現場からどんどん横に広げることもできるし、演奏で頼まれたけど作曲を依頼してもらえたりもするので、 1,2,3 番はお家で頑張ることだったと思うんですけど、4番の外で仕事するっていうのも組み合わせるともう 1,2,3 番も盛り上がって最強なんじゃないかなと思います。最後5つ目は教えるお仕事です。もちろん実績があるプロの方が生徒さんは集まりやすいと思いますけど、
ど、そこそこの技術の作品が提示できれば生徒を募集することは誰でもできますよね。知り合いはジモティっていう全国の無料掲示板があるんですけど、そこで生徒を募集してレッスンとかしてました。だからピアノの先生とかって結構個人でやってる人いると思うんですけど、 DTM とかギターの先生ってピアノの先生よりはなんか少ないイメージありますよね。もっとガンガン家とかでやってもいいのかなって思います。私は事務処理が壊滅的に苦手なので不安で音楽教室に所属して講師をさせてもらってるんですけど、問い合わせ自体は結構私個人に来たりするんですよ。結構 YouTube から問い合わせしてくれた人もたくさんいます。今見てくれてたらありがとうございます。1番から4番までの活動がなんか実り始めたら、多分5番のこの講師の話も来ると思うので、ガンガン挑戦してればいいかなって思います。以上です。ここまで5つ紹介したんですけど、こんな方法もあるんじゃないとか、自分はこんな方法でちょっと人儲けしましたよみたいな意見があったらコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。何にせよ音楽で稼ぐことが楽ではないっていうのは事実だと思うので、情報共有をみんなでしていけたらいいなって思います。で、今回は初めに言ったみたいにプロじゃなくて副業で稼ぐための5選だったんですけど、これがプロになるためっていう話だったらもっと選択肢たくさん増えてくると思います。もし需要があったらそういう方向性の動画があってもいいのかなと思うので、コメント欄で教えてください。まあ、周り見てと思うのは、今回5選紹介したんですけど、私はちょっと無理かもみたいな人より、よくわかんないけど全部やってみますみたいな人の方が成功しやすいかなっていう感じですね。結局神経が太くてタフな人が好かれるし勝ち残りやすいんだろうなっていう印象です。私も結構のんびり屋なんですけど、まあ、視聴者の方々とちょっとずつ進んでいけたらなって思います。このチャンネルでは音楽好きがゆるく楽しめる動画をこれからも配信していくので、よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。今回は真面目に語り動画だったんですけど、 AI と私が対決する動画とか機材紹介とかも出してるので、よかったら待っていてください。では次の動画でお会いしましょう。またね。